こんにちは、ケイスケです。今回は久々にパリのロックに来ています。ご覧の通り好天で青空に包まれている夕刻のパリです。流れ落ちていく噴水の水音が心地いいですよね。よく見ると噴水の八角形の再下段は水の泡で白くなっています。ということで僕は今からのカフェの方に向かっています。今日とても気温が高くて半袖でも全然問題ないぐらいの感じですね。で、あ、鐘が鳴ってる。街に響き渡る鐘の音はなぜか心が落ち着きます。可愛らしいチョコレート屋さんを見つけました。おじいさんが先を歩く子供たちを呼んでいます。可愛いチョコレート。Is from Japan. Ah. Yes. 日本人ってバレるらしい。ということで、今日はカフェグーモンを食べに行くという企画です。ちなみにどのカフェに行くかもまだ決めていません。さっきのサンシュルピス教会からサンジェルマンデプレの方は歩いて5分ぐらいで着きます。もう200メートルぐらいかな。の距離なので、もうあっという間に着きます。もう最近はマスクをしている人はほとんど外では見かけなくなって、一応電車の中はまだマスクしなければいけないんですけど、あ、安くて有名な薬局屋さんです。入るのにこんなに並ぶんですね。こうまっすぐ行くと、30万デプレのあのいつも見る教会が右側に見えてきます。昨日もすごく天気が良くて、今日も良くて、かなり街路樹の葉っぱも増えてきて、もう夏に向かってる感じですね。今日はテラスは人がいっぱいいると思うので、中に入ろうと思ってます。サンジェルマンデプレ教会の鐘楼が見えてきました。なんで、あ、そうだ、あの教会ちょっと見れるんであれば、まだ僕は一回も撮ったことがないので。あ、お店が出てますね。今日は通りに沿ってお店が出ているようです。信号はね信号なんか関係ないんだよ。全部自己責任です。まあ、こんな感じですね。あ、ありました。今日はやっぱ人が多いですね。天気がいいから。僕半袖じゃないからちょっと暑いですね。もし見れるんであれば、ちょっと簡単に写して、マスクしないとまずいかな。どうやら見学できるようです。このロゴ、もうご存知ですよね。もちろん、歴史的建造物に登録されている教会です。じゃあ、行きます。入れるのかな？マスクはいらないですね。大丈夫。入り口からまっすぐ一直線に伸びる神廊は、そのすべてがとても色鮮やかで見入ってしまいます。まあ、逆に人がいると入りやすいんですけどね。全然いなかったりすると気が引けてなかなか入れないので。天井の青色がとても綺麗です。神廊の真上を覆う青い天井は、まるで無数の星が光り輝く天空のようです。じゃあちょっと側廊の方を行きます。じゃあ中を少し歩きますね。パリに現存する最古の教会と言われているサンジェルマンデプレ教会です。ステンドグラスがすごく綺麗で、こんな感じのステンドグラスです。あとは
壁に絵が描かれていて、柱の隅々まで装飾がされている感じですね。柱にもこんな感じで色がついています。じゃあもう少し行きますね。ここ綺麗だ。今日は天気がいいので光がとても入っていて綺麗に映ってますね。じゃあ進みます。この教会全体的に色にツヤがあるというか、とても鮮やかに見えますよね。それもそのはずで、2016年から2020年にかけて大規模な修復工事を行ったばかりなんです。今僕が歩いている場所は中央の祭壇よりも奥、後方の部分です。こんな感じですね。ここが一応突き当たりになってます。光が足りないからちゃんと映らないかもしれないんですけど、雰囲気だけなんとなくお伝えできればと思ってます。祭壇っていうんですかね。あ、こんな感じですね。祭壇後方の薄暗い場所から見る光に照らされた色鮮やかな教会内部は、より鮮明に目の中に吸い込まれてきます。あちら側の窓っていうんですかね、結構大きいんですね。一番大きいのか。ちょうどその反対側の方は下に彫刻があるので、その分窓ガラスは小さくなってますね。これが上の部分です。じゃあ行きます。こっちの廊下の方が広いですね。反対側という感じですかね。下から見上げたパイプオルガンです。はい、ということでもう一度。この新郎の部分はロマネスク様式だそうですが、フレスコ画も合わせて素晴らしい芸術的な文化財ですよね。退出する時でさえもう一度振り返って脳裏に焼き付けたくなるような、そんな歴史のある美しい教会です。じゃあ行きましょう。じゃあ外に出ます。ということで、石畳が広がる教会正面です。今時刻は17時15分なので時間は合ってます。あまり最初からちゃんとしてるとなんか損しちゃうような気がしますよね。今日はテラスは満席ですよ。次の角にあるカフェに向かっています。僕は今日行こうと思ってるのはこのカフェドクロールというところです。席が空いてればですけど。創業が1887年というカフェです。店内はどうやら問題なく入れるようです。多分テラスにね座ってる方みんな多いと思うので、中をなかなか見ること機会はないと思うんですけど、お店の中はこんな感じになってます。じゃあメニューいただきました。キャフェゴーモンってあるのかな。ちょっと聞いてみますね。どの方がテーブルの担当なのか。テーブルごとに担当が決まってるので、座ってるテーブルが違うと呼んでも来てくんないんですね。僕の座っているテーブルの担当者に伺ってみました。あの j'ai des espresso si vous voulez après j'ai toutes les pâtisseries qui sont là。 そしてそのデザートのサンプルが入ったケースがこちらです。そんなわけで
お店の方に飲み物とデザートを頼みました。これ昔の写真ですよね。注文したケーキと飲み物が運ばれてきました。今回僕がお願いしたのはカフェアロンジェとチョコレートケーキのオペガです。コーヒーカップに小さなチョコレートが添えられていて、裏を見たらアラン・デュカスと書いてありました。カフェアロンジェはエスプレッソと同じ豆の量に対し2倍の量の水を使って抽出したエスプレッソコーヒーです。コーヒーは飲みたいけれどエスプレッソは濃くてちょっと苦手という方におすすめです。ケーキのオペラは日本でもよく目にしますよね。今回はパリ6区サンジェルマンデプヘにある最古の教会、そして老舗のカフェに訪れてみました。皆さんの今後のパリ旅行の参考になれば幸いです。ということで、明日もいい日になるといいですよね。それではまた。